稚園にご入園、そしてご進級おめでとうございます。やまびこ幼稚園でこれからたくさんのことを経験し学んでいくと思いますので、園長先生も先生たちもとっても楽しみにしています。田植えやドロリンピック、そしてみかん狩りやいちご狩り、そしてじゃがいもの苗植えや玉ねぎの苗植え、そして収穫まで、たくさんの農作業体験をしてほしいなというふうに思っています。そういう中で命の大切さとか優しさとか人と協力すること、そういうことをいろんな意味で学んでいただきたいというふうに思っています。そしてやまびこ幼稚園はものすごく自然豊かなところです。この自然を生かした教育を全面にやっていきたいと思いますので、どうぞ保護者の皆さんもご協力とご理解をよろしくお願いいたします。さあスタートして、そうですね、今日は3週間ぐらい経ちました。だいぶ抱っこも少なくなってきて、笑顔いっぱいのお友達を見ているととても嬉しく思います。お友達と仲良く、そして先生の話をしっかり聞いて楽しい幼稚園生活を送ってほしいと願っています。子どもたちがとにかくこの幼稚園に入園して、楽しい幼稚園が幼稚園楽しい幼稚園生活が送れるように、私たちが日頃から気をつけていることは子どもとのコミュニケーション。まずやまびこ幼稚園は子ども第一主義というのを歌っておりますので、その点では子どもと先生の距離が近い、そして子どもの小さな言動や行動、それから環境、こういうものに気づけるように日頃より研修を行ったりしながら学んでおります。保護者の方もなかなか心配な点は、入園当初、進級当初は心配な点もあるかと思いますけども、保護者と先生とのコミュニケーションも非常に大切な部分になってまいりますので、ご協力をよろしくお願いします。とにかく情熱あふれる、笑顔あふれる幼稚園にしていくことで、子どもたち、保護者の皆様にとって楽しい生活、幼稚園生活が送れる幼稚園にできるように毎日頑張っておりますので、よろしくお願いします。やまびこ幼稚園入園したお友達、ご入園おめでとうございます。やまびこ幼稚園ではたくさんの楽しいことや、そして楽しくて面白い先生いっぱいです。これから一緒に遊んだり、いろいろなことを経験しながら楽しんでいきましょうね。やまびこ幼稚園に入園したお友達、入園おめでとうございます。先生はみんなが入園するのをとっても楽しみに待っていました。幼稚園に入って楽しいことがたくさん待っています。これからいっぱい先生たちとたくさん遊んで楽しい思い出を作りましょう。